きなりひでチャンネル。はい、今日もご覧いただいて本当にありがとうございます。今週はですね、月曜日から始まりまして、ずっと庄司のり子さんにお付き合いをいただいております。私のラジオの日本放送の大先輩の庄司のり子さんです。相変わらず頭が上がりません。どうもこんにちは。こんな川柳からいきたいと思います。千葉市のね、76歳のね、ヨネさんとおっしゃる、これ女性っぽいんですけど男性なんですよ。そうね、ヨネさん、男性なんです、ヨネさん、ね。内容が似てると思えば読んだ本内容が似てると思えば読んだ本、これはありますね。どうですか。ありますよね、これ。あります。ものすごい損した気になりますそれもね、何年も前に読んだ本ならまだいいですよ。それがね、一月ぐらいしか経ってなくて、それで真ん中くらいまで気がつかないって、その読んだことあるっていうの、みたいな、気がついた時のあのショックありますよね。あれはボケの始まりですかね。私なんかそうなんですよ。刑事物とか好きで、警察物とか好きで、そうすると大体その事件じゃない、それで、あれなんかこの間見た事件だなみたいなのあるのねでこんなのも来てますよ、ね。有名人名前が出ずに自己嫌悪。テレビ見てたり新聞見てたりして、例えば庄司さんがねお出になってるとすると、あ、この人、あ、まさか、あの現場の、あの現場のおばさん、ああ庄司が出ないっていう。私もそうなの。私はしょっちゅうですけど。うちの、ね、主人が元気な頃、ママ、あの人誰だっけって言われて、芸能人なんだけど、パッと出てこなくて。出てこないですね。出てこない。そう。そうするとだんだんね、人とこうね、昨日のね、いわゆる友人関係の断捨離じゃありませんけども、離れてって。それが年という一つの証明でもあろうと思うんですけど、どこに気が行くかっていうと、動物行きません。動物。私も今ね、もう本当スピッツ飼ってるんですけど、犬15歳でね、もういいお年になっちゃう、スピッツにとっては。そうするとね、それがこうね、元気かどうかっていうのがね、もういつもね、テーマなんですよね。で、庄司さんこの本、そう今日も出てきますけども、わがままに生きるね、この TWTブックスから出ているこの本を読むと、その中にですね、すごいんですよ。こういう、これはね、これだけ出すとわからないと思いますけども、庄司さんが飼っていたミミちゃんという猫がいまして、そのミミちゃんが病気になってから、庄司さんがもう毎回毎回動物病院にね、いかに頻繁に連れて行ってたかっていう、猫ちゃんマークがね、日によって書いてあるんですけど、これもねアップして後でご覧いただきますが、すごいですね。もうこれはね大変だったんだけど、やっぱりね、可愛がってる猫ちゃんが、動物病院の先生がねおっしゃったのね、庄司さんね、具合が悪い、腎臓も悪いんだけれども、これで例えば入院させてしまったら、ミミちゃんは多分ね、捨てられたと思うでしょう。そうしたらね、そこでね、そんなに長くは生きられないって言われた。じゃ分かりましたって。毎日運んでって、点滴打って注射してもらって、それでその自分の仕事のスケジュールどころじゃないのね。行きました、行きました。このね、猫ちゃんマークが書いてあるんですけど、これがね、可愛くてうまい。どういう種類の猫ですか？スコティッシュフォールドっていう。随分格調高い。ちょっとお耳がこう垂れてる。ははは。で、スコッティッシュって種類はね、19歳まで生きるって珍しいんですって。ああ、そうなんですか。うん、やっぱりこう一生懸命看病したりしたんで、長生きしたんだと思うんです。これがすごいんですよ。点滴してたんですね。で、往復のタクシーが2000円かかるんですって。ね、行き帰りで2000円。で、それで1回の通院に7500円かかってた。ね、だ庄司さん一生懸命稼いじゃミミちゃんにね見ついてたような、そんな感じになるんですけども、そんな大変な思いをした最後でしたから、ミミちゃんが亡くなった時は相当落ち込みました。普通ならそのままペットロスになる人もいるでしょうが、
毎日通院し、これ以上やることがないというぐらいやり尽くしたので、なんとか乗り切れたと思います。これ以上ないっていう。で、庄司さんはね、この本の中からね、もういつも出てくるのはね、あの事件ものでも何でもそうですけど、これ以上できないっていうだけ徹底的にやるんですよね。偉いですね。いやいやいや、ね、手抜きしない。で、ミミちゃんもすごく幸せ。動物はあれですか、ミミちゃんだけですか、飼ってたのは。もう。ミミちゃん。ずっと猫が好きだったんで。ずっと猫が好きで。で、ミミちゃんが最初で最後じゃないんでしょ。もう小さい頃は別に猫飼ってたりしたんだけど、お家で、そう、お家で、ただね、息子が犬が好きだったんで、うん、犬も飼ってたんですけど、なんかね、犬はそんなに私はね、愛情を注がなかったような気がする。私は犬も好きですね。猫も飼ってたことありますし、犬ももちろん今も飼ってるんですけど、好きです。動物好き。だけど可愛いのよね。いいですね。ね、だから亡くなってからね、なんか夜寝てる時にね、ニャーンなんて聞こえるんだよ。聞こえる、聞こえる。空耳のように。だから、どうしたの耳ちゃんだったら、そうか、天国かと思うんだけど、まあ、家族ですよね、やっぱり動物は。それで今はそのご主人を亡くし、その翌年ミミちゃんを亡くし、それで一人暮らしになった。そう一人暮らしに、今一日っていうのは庄司さんはどんなペースですか。もうほら自粛だし、はい、仕事もあんまりないから、本当に一日でもできるだけ朝早く起きようと思って、まあ6時ぐらいに起きることにして、はいはい、それであとゴミを捨てに行ったりとか、近所の公園まで歩いて行ったりとか、はい、やっぱりね、歩かないとね、筋力落ちるでしょ。そりゃそうですね、うん、だからプロテインを飲んで、鎌田実先生がね、力説してましたけども、あの、ある程度の年代になったらお金の貯金じゃなくて筋肉を貯める貯金、貯金力、貯金ね、金ね、貯金しなさい。いいことね、貯金されてる。貯金どのぐらい歩くんですか。貯金朝、ね、思わず金額言いそうなんですいやいや、ウォーキングは何分ぐらいするんですか。ウォーキング、歩くのはどのぐらいの時間歩くんですか。ね、本当はね、4000歩ぐらい歩かないと前頭葉に影響な、及ぼさないらしいのよ。いろんな知識詰め込んでますね。そうですか。4000歩は歩けない。だいたい2500から3000。あ、でも朝ちゃんとね、つけてるの。あ、本当だ、万歩計をつけてますね。万歩今日は何歩ですか。あら、まだ1200だって。ダメだわ帰りに歩くようにしてください、うん、そう、それとあと、その歩くということと気をつけてることはあと何ですか、一人暮らしで。あとはね、やっぱりあの免疫力を上げなきゃいけないので、まあだいたい体を温めることが大事だから、生姜紅茶を飲んだりとか。ああ、生姜紅茶ね、うん、はい、飲んだりとか、はい、いろんなことやってるよね、そういう意味ではね。なるほどね。生姜の粉をね、買ってきて紅茶を飲むときに入れてみたり、それから蜂蜜、やっぱりコロナって元に結構影響あるでしょ、はい、だから蜂蜜を舐めたりして、だからこう昔流に言うと、鈴を転がすようないいお声がね。庄司さんって本当ね、あの若い時からいい声だなって、なんかね、清潔感あふれる、そんなことないですよ、声だったんですよね。いや、私はそう思ってましたけども、はい、ありがとうございます。今日もそれでは最後にね、この TWT ブックスから出てるわがままに生きるという、これが今週の目的ですので、ぜひぜひね、お手に取って、はい、ご覧ください。お願いします。チャンネル登録もね、忘れずによろしくお願いいたします。それからね、川柳のアドレスはこちらでございます。これを覚えたら面白いですね。いろんな曲でやってますもんね。 Thank you なんかこちらですこちらではまた明日。庄司さん、ありがとうございました。ありがとうございます。